作家で、風俗嬢でした、夏見ひかるさんのエッセイ、エッチ主義の中の架空の醍醐味を読んでいきます。衣装は何十種類もあるうちから客自身が好きなのをチョイス。アルバムでお相手の女の子を選んだついでに否定するのだ。ガンシャやらローターやらこけしやらのオプションもこの時に決める。このお手軽感覚はほとんどファミレス。いらっしゃいませ、こんにちは。ってなもんだ。ご注文は？茶髪のピチピチギャル。背の低いヨリ系でよろしく。かしこまりました。巨乳と美乳はどちらに？巨乳で。でもデブはダメ。当然ですよ、お客さん。ああ、あの子ならすぐ入れますよ。よし、その子にしよう。制服は超ミニ。そうだ、パンティーお持ち帰りってできる？できますよ。プラス3000円になります。客とのこうしたやり取りがあるかどうかは知らないけど、多分結構使い物があるはずだ。まあ、性的な商品でありながらも、まるでね、ファミレスのメニューからね、選ぶような感じ、感覚ですよね。フロントのオーダーカードを受け取る。会員様、60分コース。電車の部屋。制服はニットのベストに、ブリーツミニと、すげえサクサク書いてある。やっぱこれもファミレスの注文伝票のノリだ。そうですよね。自分が、欲しいものを、まあ、性的な商品でありながらも、自分の欲を、ね、注文する。欲、自分の好みとか、欲を満たすための、道具をね、まあ、ひたすら注文するっていう、なんかそういうノリの感じはファミレスと同じだっていうことですね。オフちゃんは、パンプレ。これを見て、イメクラ嬢はスタンバイし、事務所でパンツをもらい、衣装に着替えてあてがわれた個室でお客を待つ。プレイ前のシャワーは客一人で浴びる。せっかく凝った衣装を選んだのに、脱がす楽しみもなく、いきなり裸を見せるのは興ざめだし、着替えの時間も必要だからだ。何機かあるシャワーでお客一人で体を洗ってきてもらう。タオル一枚腰に巻いた男前なスタイルで、脱衣かごを手に、個室のアコーディオンカーテンをトントンする姿は、女子なら誰でも惚れちゃうくらいダンディーだ。部屋の中では客の希望通りのイメージプレイが可能。通学電車で痴漢されて感じちゃう女子高生を求めるもよし、恋人同士という設定で目いっぱいイチャつくのもよし。本番行為とその女の子の NG 事項以外なら何でもありだ。まあ、演技ではありながら、まあ、ね、やりたいシチュエーションが、ね、実際に、できるってことですよね。実際に体験できるってことですね。やりたい、ね、望んでるシチュエーションを実際に体験できるってことですね。お金さえ払えば。とにかく、ここでは普段の生活でしたくてもできない。したら捕まるようなことを楽しもう。脅されて抵抗できない設定にして、好き放題いたずらしまくるのもマニアックでいいね。ほら、動くと他の客にバレちゃうぞ。お願い、許して、指輪入れちゃいや。昨日のことを学校にバラされてもいいのか？ん？
ああ、ごめんなさい。自分を捨てる。いかになりきるかがポイントだ。まあ、確かにね、なりきって演技をするわけだから、まあ、本当の自分は捨てるほかないですよね。まあ、商売だったら何でもそうでしょうね。まあ、たとええー、ファミレスの店員であってもそうですよ。うん。はい。そちらが、一方でもふと最中に、我に帰ろうとものなら、たちまちすべてがしらけてアホらしいこと、好めない時間になってしまう。なんか変な感じです。感じてきちゃったのか、いやらしい体だな。ほら、これが欲しいんだろ？まるで陳腐なエロ漫画である。電車内でフラチオなんて実際にありえないことでも、この骨格主義の世界では全然 OK だったりする。まあ、ご都合主義の世界という表現は本当まとえてますね。うん、まあ、現実ではありえないけど、やってみたい、ね。そういうシチュエーションを、ね、自分のご都合主義でやっちゃうわけですね。うん、フェラどころか、全裸で、くんずほぐれつ。スマタだってできちゃうのだ。スマタ。はい。つまり、イメクラ遊びは日常とのギャップ、メリハリの効き具合が醍醐味というわけ。なのに、時々現実と架空の世界をイメクラ上を通して混同してしまう、おこちまがいるから参ってしまう。うん。痴漢されるとき、やっぱ気持ちいいな。なんだかんだ言って感じちゃったりするんでしょとか言う人がいる。よかねえよ、感じねえよ、バカめ。うん、気色悪いだけだ。悪いことは言わないから勘違いは金を払った店だの中だけにしておきましょう。はい。まあ、ですね。まあ、勘違いであっても、やれたことをやれたようにできる。まあ、それはお店の中だからということであって、まあ、ふと現実に戻ると、まあ、ね、まあ、風俗嬢の女の子だって、一人の同じ人間としての、ね、その子なりの感じ方があるわけだから、ね、演技はあくまでも商売上の演技だから、まあ、実際にはね、そんな、痴漢まがいのことをされて、嬉しいわけないじゃないかと心の中ではね、やっぱり思っちゃってるっていうのは、まあ当たり前と言ったら当たり前だけど、それに気づかない人がいたりなんかするからね、勘違いにも程があると、ね、心の中でねちょっと思っちゃったりしてるのかなでしょうね。うん、はい、そんな感じで、まあエッセイなのでですね、割と本能、あ、本能じゃないや、本音、割と本音でね、商売上の言葉じゃなくてね、商売上の言葉じゃなくて、本音を言葉で表現した、してあるのでですね、まあ、どちらかというと女性の方がね共感できるかなと思いますね。男性は、もしかしたら、そんな風に思われたのとか思われてたのとかね、なんか嫌なことに気づいて、ショックを受けるかもしれないですけど、うん、はい、まあ風俗嬢の方の本音が知りたい方は、まあね、ぜひ一緒に読んでいきましょう。はい。それでは、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。